化石ホリダー無限ギア徹底調査団ガオー。最終話、いろんなリバイバー。さて、この化石ホリダー無限ギア徹底調査団もいよいよ大詰めだ。残るはこの世界にいるたくさんのリバイバーたちの紹介だが、リバイバーのことなら俺に任せろ。ほう、えらい自信だな。へへん、いっぱい化石掘り出していっぱいリバイバーゲットしたもんね。なるほど、では今回は君に任せるよ。じゃあ張り切って紹介するぜ。まずは恐竜界の僕、ティラノサウルス。ゲームの中ではティラノスって呼ばれてる。でかいだろ、かっこいいだろ。でさ、こういう大型肉食恐竜は攻撃力がすんごく高いんだ。鋭い牙と太い尻尾を使った攻撃とか、とにかく超強力。しかも巨体に似合わずよく動く。あ、勝手に割り込んだ。そしてさらに口から火を吐く。高速ハンター、デイノニクス。毛が生えてるの分かる？恐竜は鳥の祖先と言われているからね。また割り込み。小さいからと侮ってはいけない。こいつら軽量級の肉食恐竜はスピードが圧倒的に速い。先制攻撃を狙うならこのタイプだ。そして鋭い爪で相手を切り裂く。爪だけじゃないぞ、こいつらの足技も超強烈。見て、この回転キック。それはハリケーンラッシュという技だな。ちょっと待ってよ、俺がリバイバーの紹介するって言ってんのに、なんで出しゃばってくるわけ？それは私だって。なんだよ。私だって恐竜が大好きなんだ。さあ、次の恐竜だ。太古の石頭、パキケファロサウルス。こいつらはその硬い頭を生かした攻撃が得意技だ。頭突きといってもバリエーションいろいろだぜ。おめちゃ速い。頭を強く打った相手はフラフラ。オンコーバフラー、サウロロプス。二足歩行の草食恐竜だ。こいつの仲間はさ、鋭い爪も牙もないんだけど、代わりに強力な打撃技をいろいろ持ってるんだ。あと大きな声で敵全体を翻弄する技も特徴的だ。歩く山脈、アルゼンチノサウルス。背中に山が乗ってるなんてすげえだろ。超大型の草食恐竜は動きが遅いが、その巨体を生かした攻撃は強烈だ。大きいだけに体力も半端じゃない。頭突きに、尻尾に、後ろ蹴り。さらにこの巨体がジャンプ。地面が揺れる。全身狂気、ステゴサウルス。こいつらの攻撃は多彩だ。尻尾のスパイクを使った攻撃。続いて背中のプレートを使った攻撃。さらにさらに背中からホーミングショットまで出せちゃいます。もう多彩というより何でもあり。確かに君はリバイバーに詳しくなったようだ。だろだろ、リバイバーたくさんゲットしたし。じゃあ当然色違いのリバイバーもゲットしたんだろうな。色違い？何それ。リバイバーをゲットできるライド化石パークはアジア、アメリカ、ヨーロッパと世界中にある。そして地域ごとにゲットできるリバイバーの種類が変わってくる。君ならそれくらい知ってるだろ。もちろん知ってるに決まってんじゃん。そしてごく一部だが、同じ種類なのにゲットした地域が違うと色が異なるリバイバーがいるんだ。へー、そんなのいるんだ。色が違うと属性や使える技も違ってくる。属性も技も違うのか。こりゃバトルのためにも集めないと。でもさ、なんで地域で色が変わっちゃうの？え？それはやっぱり環境の違いとかそういうのじゃないか。色が違うのにどうして同じ種類だってわかるの？いや、それはやっぱり古生物学的なあれがなんかなってんじゃないかな。全然わかりません。もしかして知らないのでは。さあ、いろんなリバイバー紹介の続きだ。あ、逃げた。ミスター防御力、アンキロサウルス。全身が硬い鎧で包まれている防御力抜群の恐竜だ。尻尾に物騒なのがついてんだよね。このハンマーがだんだん大きくなって、バチコーン。遠心力を使ったこんな攻撃もある。おーおー、目が回る。角番長、トリケラトプス。角がかっこいい。だからトリケラの仲間はやっぱり突進力と角を使った攻撃が最高。いやいや、角から出すビーム系の技も忘れてもらっては困る。刀でぶった切るなんて侍みたいなのも。空の
王者ステラナだ。空を飛ぶリバイバーたちとのバトルは一味違う。こいつらの仲間って空に逃げちゃうと攻撃がなかなか当たらないから敵の時はすっげー厄介なんだよ。攻撃も急降下攻撃や翼で巻き起こす竜巻なんて技で攻めてくる。ま、仲間の時はそんだけ頼もしいってことなんだけどね。幻惑の貴公子メダホサウルス、こいつらは状態異常攻撃が得意だ。相手を状態異常にしたらバトルの主導権はこっちのもの。それからじっくりとどめを刺すテクニシャン。これで代表的なリバイバーを一通り見たわけだ。リバイバーってほんといろんなやつがいるよな。もうこれで君に教えることは何もない、おお、と言いたいところだが、リバイバーの世界は君が想像している以上に奥深いものだ。想像している以上にってどういうこと？今回紹介したリバイバーも一部に過ぎないし、さらにこんなリバイバーも存在する。おお、なんだこのかっこいいリバイバー。このリバイバーは今回紹介したリバイバーたちとは全く異質なものだ。でもなんか見たことあるような。ガウ、そうなんだ、私もなぜか身近に感じる。ガウガウ、このリバイバーの正体は一体。ガウガウガウ、ま、そんなことはさておき、化石ホリダー無限ギア徹底調査団はこれで終了だ。くぅ、まだ知らないことがいっぱいあるなんて、なんか悔しいような嬉しいようなへんてこな気分だぜ。ガウ、新しい冒険が目の前に広がっているというのはワクワクするものさ。ガウ、よし行くぜ。化石掘ってリバイバー集めてバトルして、目指すはマスターホリダーだ。ガウガウガウ。